が生えました。皆さんこんにちは、森有とこんちゃんです。足の裏です。初郎です。はい、ということで私ですね、この間生放送をやってすっごい偉い感じで上からチョーンってなんかすごいディズニーとはみたいな感じでディズニー問題を出したんですよ。このお二方に出したんですけど、私全くわからないの。本当にわからないんです。隠れミッキーというものをちょっと見たことがないんですよ私。ちゃんと探してみようかなと思って、ちょっと今日は女子と男子に分かれて隠れミッキー対決をしたいと思います。この3人プロなんで、はい、では制限時間は45分間の間に何個見つけられるかをやっていきたいと思います。はい、はい、禁止事項とかあるんですか？やめるのです。あ、ググるみたいな。あ、ググるのなしだそうです。じゃあ100点のはありなの？あ、それ楽しそう。じゃあキャストさんに聞くのはあり。どの辺でありますか？あ、了解です。それではレッツゴー。ゴー。ではではバイバーイ。行っちゃいました。よし、え、ちょっとやばい、45分とか。短いよ。ちゃんと見とかないとね。この辺にありましたっけ？いやちょっとね、わかんないんですよ、あんまり。この辺にあるの？まず、え、なんかさ、これミッキーと思ったらもう、いやもうそれはミッキーだよね。ここら辺でもありそうじゃない？ここら辺でもありそうじゃない？あ、マレフィセントだ。マレフィセントです。いそうじゃない？え、ドナルドがいる。どこどこ。今は対戦中だから。やばいぞ、見当がつかないぞ。負けたくない。ね、すいません、この辺りにグレミッキーっていたりします？この辺りはあんまり見かけないです。あ、そうか。この辺りにはイカモークテラムとかもね。あ、そうなんですね。え、カナベエリアとかにもあるんですよ。カナベ、さっき並んじゃったんで。ちなみにクレミッキーが多い場所ってありますか？場所、マーメイドの。あ、やっぱそうなんですね。ありがとうございます。なんか1個見つければなんかポンポンポン結構あ、このカーみたいな。そう今アメリカンウォーターフロントからリドワイルを橋のところ来てますね。いや、ある気配がないですね、今のところ。下の方とかすごく見えます。いや、絶対見つけられないでしょ、あっちも。絶対見つけられないでしょ、あっちも。でもなんかあっちチームもマーメブラックにいそうなんですよ。確かに行った方向はあっちだった、うん、確かに。あ、出た。聞いたんですけど、ファンカスさんでした。すごい分かりにくいんですけど、はい、あそこに緑色のこう線路があるんです、はい、はいはい、それのですね、こっち側右側のですね、あの壁のところにちょっとこう、ああ、カーテンフリー、あの緑色のところの壁。ああ、おお、Thank you。 やべえ、めっちゃ面白い。丸いお花でさ、なんとかミッキーになったりしない？あ、これとかさ、なんかミッキーじゃない？一応。え、ここミッキーかすぎる。ここどこだろう？え、これミッキー、ミッキー、これミッキーですよ。あ、これミッキーだ。これミッキー。今3匹。3匹。これはありなのか、どうなのか。いました？え、どれ？あ、いました。あっけー、すげー。あれか、なるかな。これダメですかね。あ、いる、はい、ここら辺にどこかがミッキーっていうの、まあ、どこかが探せばミッキー。この辺りに隠れミッキーって言いますか？この辺りはいないですかね。そうですね。この辺りは確かになかったかなと思うんですけど。どう、あの坂登ってった壁のところにアトラクションのポスターが貼ってあるんですね、はい、で自分は見つけれてないんですけど、アクアトピア、このアトラクションのポスターのどこかに一番小さな隠れミッキーが好意的に書かれてるというふうな話は聞いたことがあります。何それ、一番小さな、一番やばいやつ。それやばい。動画もこの頃あるんですよ、隠れミッキーって。そうなんですね。絵があるんですけど、その絵のところに結構なミッキーさん隠れてるんじゃないですか。結構なミッキーさん。よし、ありがとうございます。よ
を得た情報を得た。結構な幹、結構な幹がいるそうです。これじゃないですか、アクアトピアって書いてある。これだ、ここの渦巻きだ。渦巻きでも少ないからさ、これしかないじゃん、渦巻き。この中にいるってことじゃない？これ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 、わー、これすごい、これはやばい。これが一番ちっちゃいククリミッキーなんだ。すごい、すごい、テンション上がりました。やばい、この上にいっぱいいるらしいんですよね。来た来た来た、船のさ、どこ船の、どこ船の、どこ船の、あ、横顔、横顔、写真撮る、写真、すごいすごい。あ、いた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 、ダメ、押します、おしまいです。怖いよ。勝利のご褒美です。やったー、ありがとうございます。優雅ですね。初めて私これ。色がさ、色違いますよね。マジピンかと思って。いただきます。何これ、負けました。